やってみよう。呼吸を合わせろ。私が裁く。僕も手伝います。おお、トリプル。なんかこの感じちょっとなんだろう、パチンコパチスロのなんか熱い演出に見えるな。普段は2人やけど3人来たらチャンスアップみたいな。あ、順調に倒している。やっぱ使ってたのなんか上がった音しとるね。で刀の方行くか。ダメージの方がだるいよね。熱いもん。エスターク持っとる剣やん、こんなん。やべ、尻尾動く。スバル。あ、かばった。痛そう。なんでかばえるん、そんないかつい攻撃、嘘。痛いって。これをゼロ。ああ。で、うん、先っちょ壊そう。先っちょ。を壊そう。連携で、あー、巻き込めれてないもんな。これからか。3人怖い。ダメか。あ、てかあれか。ヒロイン同士でやったら、シンジロが勝手に入ってくるって感じ？この途中壊すの意味あるから、ダメージあるんやよね。で、どうだ。硬そうではあるな。5連いくか。1、2、3、4、5。落としといて。うん、あ、オーバーキルな感じもする。尻尾壊れた。でもう狙えんくなったね。はめといて、近づくか。雑魚がおる。あー、一回だけか。うん、こいつ。落ちんわな、さすがに。あー、もうちょっと。結構雑魚おるな。どうし。なんでこいつも分裂する。スバルみたいなことしてくる。え？やばい。まあまあもらっとる。これはやばい。ゲージが溜まってくれたけど、やめてください。新次郎だけはもう隊長特権の作戦切り替え大作戦か。何回もやってやばいよ。じゃあねヘルプ見ある。これでも呼べるってことか、同じ範囲でも。じゃあか、手じゃないタイか。タイで守備入れます。で回復特化は、あー、ぼ、回復は別に関係ないのか。いやー、ちょっと、このまま、タイで行ってもいいな。じゃあ、回復自分で入れて、あ。で、また連携ぶち込むか。どうなっとる？どうなっとる？全然わからん。入っとる結構。これは、あ、腕と雑魚入った。うわ、なんか途中におるな。無理か、もう。これ限界か。うん。じゃ、サジータとの入れて。で、雑魚落とせるか。あのエスタークソード、硬えな。3発ぐらいかな。はい、落ちてね。でエスタークソードかな。ほん、サジタウリウス。
あ、バヤザークおった。うっとうしい。これかな。で、スバルの、あー、必殺。何？一般の列車？いやね。何これ？タイヤ君、聞いて。列車は敵の下を走っているわ。だから、敵の上に乗って攻撃すれば。トランスフォーム、またせいってこと、ここで。そうか。悪念将棋の腹部を攻撃することも可能だ。一般客言ってんじゃないの？高度を下げて列車に近づけば、エリア移動を使って列車の上に乗れるはずよ。すげえよくできとるやん。私たちは支援することしかできないけれど、タヤ君、頑張ってね。イエスサー！敵悪念将棋の破壊を続行します。こいつのターンか？黒竜の何を腹部。あ、なんか顔ついとるな。腹のとこ。顔になっとるわ。あれ壊せってか。んで、やめてそれ痛いから。かばったか。わらわに従え。めちゃくちゃ食らったよな。これ、進次郎開幕で食らって。やめてください、それ。なんでもう溜まるんっていうか。そんな殴ったか。え？余計なことはスバル機に近い。サジータ食らった、今。そうやね。なー、やめてー。進次郎ばっかりへ。ただ今回は防御入れてある。なんか痛そうな、やめて、すごい。ごー、痛い。やっぱエスタークソード強いな。あれ、早く壊さんな。このザコも鬱陶しい。ザコ2体おる？これはもうワンパンで沈めれそうか。あ、もっと欲しいわ、もう。ゲージがねえ。ザコ鬱陶しいな。ザコシンプルに鬱陶しい。3回で許してくれんかな。よしよしよし。あ、そこ？え、違った、ザコ。あ、巻き込めれるんだ。なるほど。じゃあこうや。エスタークソードとザコを一気に。あー、これが正解か、完全に。敵撃破。早くエスタークソードなんとかせんなんな。もう巻き込め。尻尾だいぶ壊したね。ワンパンでしょ、こんな。で、ザコは全部いった。で、連携。エスタークソード。これ限界や。一ゲージ分稼げんか。無理か。無理っぽいな。行こう。行くよ。はい。で、しっかり。いや、硬すぎるって。エスタークソ。あ、これも貫通使えばいけるってこと？いや、絶妙にずれとる。え？あ、入ってそう。行こう。剣も盾もいっとるやろ、これ。あ、いっとるいっとるいっとる。いっとるいっとる。なるほどね。で、進次郎がだいぶやばいので、盾結構柔らかいな。もうやめてください。え、てか早くな
え、てか、進次郎来たら、やばい、死ぬ。いや、ちょっと待って、マジで、やばい、マジでやばい、マジでやばい。行った？死んだ？あ、カバウナイスー！最後の一枚か？いや、死んだった。ありがてえ。ありがてえ。紙一重。いやいや、痛いって。このエスタ、進次郎頑張って。まず回復やな。で、もうエリア移動した方がいいか。進次郎、エスタークソードやっぱ壊さんとな。あ、サジータの場所ベスト癖。あ、あ、どうしよう。いや、全力でスタークソード落とすか。っていうのがいい気がする。あれ、マジで言っていいからな。連携は無理か。入ってなさそう。さすがに、平行すぎるか。いやー、一直線に置けんね。サジータの場所しか無理か。行こう。このエスタークソードなんとかせん。まだまだ硬いな。エスバル。いや、サジータか。立て狙って、これこれこれ。え？うん、入ってる。これなら入ってる。スバルか、これ。スバルやな。行こう、行け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 。壊れろ、エスタークソード。もうちょっと。うち防御入れとくか。あーくそー。もうここ壊せば勝ちやよな。で、あ、入ってる、これ。連携でも入る？連携使っとくか。人ゲージも使ってないんかね。行こう。おそらくエスタークソードが落ちる。で、行ったやろ。え、まだ？てか、両方、二枚抜きよ。もう、勝ちやろ、これで。パテと剣。剣も行く。剣も行く。剣も行くぞ。おらただの蛇になった。あ？パック寝れるようになったけど。これ、降りた方がいいんかな？エリア移動したらお腹んとこ行けるんやね。おそらく。お、ザコもおるんかい。ああ、この上ね。ザコ一緒。回復しよっか。あ、てか回復だいぶ、なんか、あ、でもあれか、必殺使ってんのゲージ。もう何もできんやろ。わらわにふさわしいものとする。あと火吐くぐらいしかできんのじゃない。ああ、なになになに、わらわに従え。まだこんな元気な。天魔将来。え、ちょっと毎回必殺打ってくるやん。
なんなんこいつ。いや、そこもくら、かエスタークソード関係ないんか。あ、てか、あれに対して、コードがついてんのか。うお、ダリー。え、みんなおろさん方がいいかな。てか、もう絶対回復と、防御絶対いるやん。え、ちょっとザコ叩いとくか。なんか鬱陶しそうやしな。もう一回いっか。うん。で、スバル、空中、あんまりあそこ大渋滞させてもよくないよな。お腹狙っとるんでいいんかな、これ。これも回復しよう。回復と防具入れて。スバル空中から行くか。お腹。あ、結構食らう。さっさと電車の上に乗ってやってもよかったってこと？でも必殺とか普通に食らうしな。あれ、何もなかった。で、あ、どっち？あ、移動してんのか、こいつも。連携入っとるけど、ゲージがねえ。もうガンガン行こうぜでも良さそうか、これ。硬いからな、サジータは。お前行こう。ゴレンお見舞いする。あ、すげえダメージ入ってる。勝ったな。しても、なんか普通に戦略性がある。いや、もうゲージ足しても必殺使えんしな。連携は入れれるか。じゃあ、攻めて。ゲージ一回溜めて、うん、連携が復活する。サジータだけやね。スバルも来い。で、もうちょっと。このままいけるか。まあ、スバルであと、ミリ残った。スバルで。8かな。黒竜姫、もう逃げ道はないぞ。貴様、どこまでも無礼な。わらわは絶対じゃ。貴様ら、ごとき、愚民に負けるはずがなかろう。いい加減、燃え尽きちまいな。もう終わりだ。あんたは、アウト。ギルティでいいのに。な。見抜く者は全て燃やす。それがあんたが定めた法だったな。だったら燃やされるのは、黒竜姫、お前だ。このサジータ・ワインバーグの裁きを受けろ。何この終わる感じのイベント。うぬぬ、我らは誰にも裁かれん。忌々しいその口、封じてくれる。ミリ残したからこんなイベント発生したんかな。必殺やろ。もう何もできないんですか？じゃ、気合貯めて、連携無理、一旦お腹に降りるか？お腹じゃない、電車。連携使えば使うほど稼げるんだろう。積極的に、やってくべき。うん、タイガとの連携。呼吸を合わせろ！はい。はい。てか終わりやね。言ったやろ。終わりよ。完全に撃破でいいんかな。ウサギと違って、しっかり撃破した感あるけど。大丈夫？なぜわらわが負けるのじゃ。てか下の電車の一般市民乗ってるんでしょ、きっと。あんまり良くないじゃない。死んでくれ。あ、でも終わり感あるな、あのウサギと違って。てか電車大丈夫？めちゃめちゃ巻き込んでない？
ニュースにならん？おう。進次郎。エピローグでいいんかな？あんたのおかげだ。ハーレムを守れたのは。完全に分からすことができたね。過去のスミレやグリシーニのように。そんなことないです。サジドさんが頑張ったからですよ。だって言ってたじゃないですか。ハーレムを愛しているって。そんなサジータさんだからハーレムを守れたんですよ。サジータがそんなことを言うとは思わなかった。ああ、そんなキャラじゃないんだ。愛している。おう。頬を絡めている。うるさいな、スバルは。私だって、たまにはセンチのこと言ったりするんだよ。センチ。センチメンタルか。勝利のポーズかな。みんな集まれって。おう。それじゃいつものやつ決めるよ。3人で少なすぎるよな。そうですね。じゃあ行きますよ。ラチェットも来てくれんかね。ほらみんな来いって。あ、勝利のポーズ。ハーレムのみんなも来る。これもしかして。あ、じゃあ3人でした。めっちゃいい笑顔認められたなぁ。お互いになんかスッキリした顔をしている。でそれにびっくりするスバルね。え、こんな二人仲良くなったんみたいな。終わりかこのまま。ちょろっとは続く。あ、続くわ。全力母さん。あれからサジタさんはスチームフロンティア社の顧問弁護士を辞めて、あ、顧問やったんや。ハーレムで法律教室を始めました。これからは町の人を守るため法律を生かすそうです。一つレクチャーしておくよ。副業もあるしな。法律を教えているのはあんたたちが家族を守るためにだ。まあこの国なら基礎知識として知っといてもいいわな。ジンジンなんかもう帰りたそう。いっぱいバーバラ寝とるやんけ。おい、ハーレムのために役立てるんだ。やべえやつの手下になったな。それはいいんすけど、法律の勉強なんて俺たちにできるんですかい？案外柄は悪いけど、三人もおれば誰かに花開くやつがおるんじゃない？やれやれ。ちょっと私が離れた間にふぬけちまったみたいだね。カルロス、おい。ケンタウロスのメンバーだろ。死ぬ気でやれ。気合い入れていくよ。リーダー強い。やっぱり姉が甘かねえや。あ、でも嬉しそうやな。普通に嬉しそう。帰ってきたね、サジータが。そしてもう一つ変わったことがあります。それはなんだ。え、スバル。何。あ、扱いか。あたたたた。なんだ、また坊やか。うん。よそ見して歩いてるからぶつかったりするんだよ。ちょっとなんか男として見とる顔があるからな。メスの顔若干しとる。すいませんでした。あ、サジダさん、今日も弁護士のお仕事ですか。まあね。いや、弁護士やら舞台やら忙しいね。人民の人民による人民のためのロウ。ロウ。それを目指してるのさ。タイトル回収しました、この2話の。頑張ってくださいね。僕、応援してます。ありがとう。だいぶすっきりした顔しとるね。こっちも悪かったよ。うん。ちゃんと。ごめんね。ちゃんと謝る。ああ、これも回収したのか。あったね。2話の前半で、ね、ちょろっと裁判的なことしたやつがそれっけ。1話だっけあれ。はい。いい関係になった。金の銃と銀の銃、どっちで撃たれたい？悪いやつは撃つ。これリカの掟。次回、魂のリカリッタ。とりあえず撃っとく。待てんようにバキューン。